よね。そうですね、はい、さて、今度は龍金です。ソビエトの龍金です。この龍金なんかも今後やはり、はい、ソ連が期待しておる若手の一人でしょうね、はい、まあ、鉄棒はこれはまあトカチェフですね。それから平脚の家が一回ひねりというのが入るはずですね、これですね、大阪手からです。これですね、足が乱れましたけどね、はい、これも大技ですね。これはやはり1回半、1回、はい、そしてフィニッシュが1回2回3回中あり決まりました。ソビエトの龍金、20歳の選手、まだこれからの選手なんですが、これをもう一度その平脚の家が1回ひねりというところをご覧いただきます。インガーでもそのイエーガーでもそうですが、多くの選手がこの鉄棒を掴み損ねて落下する選手がいるんですよね。そうですね、見事に今決まっています。 9.60